スティーブン・ルートン・ブッシェルによって書かれた漢字と聖果文字37文字の対象表、人の意味を持つ聖果文字、水と土の意味を持つ文字をそれぞれ組み合わせ、泥の意味の文字を作る。足の指と手の指の聖果文字。それぞれが同じ要素を有する。聖果文字は聖果王朝初代皇帝リモトゾラの時代に制定されたタングトジンの言語である。 性加護を表記するための文字。19世紀に、フランスの東洋学者、ドゥベリアにより、文字であることが判明する。長らく未解読であったが、20世紀に入り、ロシアのニコライネフスキーや日本の西田達夫によって、1960年代に、解読がなされた。漢字と、それを作った漢族を強く意識して作成されており、中国人を意味する。 漢字に当たる文字は、小便に、虫という差別的な構成で表記される。漢字検索、表記ソフトウェアの、根弱文字表及びユニコードに登録されており、文章等の電子化が可能となっている。6000文字ほどの文字数を持ち、冠や編作り等の組み合わせで表記するなど、漢字に似た構造を持つ。基本的に一時一音節である。 漢字とは異なり象形文字起源ではないため、700以上ある。各構成要素が、どのような起源で作られたのかは未だに定かではなく、要素の表す意味が全て解明されているわけではない。あざ全体での意味はわかっていても、なぜその要素を使用しているのか不明の文字も多い。喫端文字の一部の字型と近い要素も存在するが、関連は明らかにされていない。漢字の解書と、 同じく、毛筆による筆記に適した直線と曲げの多い筆画を用いている。毛筆で記す場合には、止め、払いなどの筆法も使用される。最も画数の少ない成果文字でも四角あり、画像に示した人の意味を持つものはその一つである。一方画数の最も多いものでも二十数角となっている。単一の要素で成立している文字は少なく、 複数の要素の組み合わせで構成されている文字が大部分であり、その中でも、陸書でいうところの、怪異すなわち、複数の要素の意味を合成している文字が多く、形成すなわち、イフを、音符からなっている文字は、比較的少ない。以下に示すのは、怪異の例である。また、近い概念の文字には近い字型が使用される。漢字を翻訳したのではなく、 別の思想体系で増殖されているため、部首のカテゴリや総数は、漢字とは異なる。また、ある意味の字が漢字とは別の部首に属す場合も多い。また、漢字にはない意味を表す部首、例えば否定を表す変や動詞化を表す冠、などもある。否定を表す構成要素には2種類あり、それぞれ、負の変を加える、関係否定あざと、無の作りを加える。 存在否定技がある。漢字検索、表記ソフトウェアの、根弱文字表が独自に、日本語の漢字領域で使うためのフォントを作成、提供している。2016年6月に、決定のユニコードを9.0において、追加多言語面の U プラス 17000U プラス 187EC に、成果文字が U プラス 18800U プラス 18AF2 に、 成果文字の要素が追加された。ユニコード11.0では、成果文字5文字が、ユニコード12.0では、成果文字6文字が、ユニコード13.0では、成果文字9文字が、U プラス 187EC より、後ろのコードポイントに追加され、現在ユニコードに収録されている。成果文字の総数は6145文字となっている。ユニコードの成果文字が、 表示可能なフォントは、下記のフォントがある。ありがとうございます。